トンケノワポアルミ、ロングミンクカラーアクアカラーアイのトンキニーズトンキニーズは猫の品種の一つ。原産国はカナダ、およびアメリカ。1950年代から1970年代にかけてカナダやアメリカのブリーダーがシャムとバーミーズを交配させ繁殖を行ってきた。1974年にカナダで公認、その後アメリカでも公認されるようになった。短毛種で 紐は体に密着し、流れるように生えている。発生初期においては、バーミーズの特徴的なゴールドがかった、ブロンゼセピア色に、シャムの模様を合わせ持っていたために、ゴールデンシャムの愛称で呼ばれていた。現在では、ブルー、ナチュラル、プラチナ、シャンパンなど色も増え、各色には、ポイント、ソリッド、ミンクの種類がある。理想的なコントラストに毛が生え揃うまで2年程度の、 時間を要する。頭はやや丸めのくさび型。目は大きなアーモンド型で、目色はブルー、アクア、グリーンなど毛色によって様々。体格は筋肉質でがっしりしている。非常に活発で物おじしない、好奇心を持ち、犬や人間の子供、新しい環境などに対しても適応できる、社交的な性格。運動量は多く、 様々な遊びに関心を示し、飽きさせない反面、落ち着きがないように感じられる場合も。また、屋外や、重設備など人の意図しないものに対しても、関心を抱く、可能性があるため、住環境や移送などには、注意を図る必要が、他の種よりも高い。ありがとうございます。